ハワイ州道11号線は、東海岸の広と西海岸のカイルアコナを北回りで結ぶ道路。ハワイ州道19号線は、アメリカ合衆国ハワイ州の最大の島である、ハワイ島にあり、海岸線に沿って島を一周した、マーマラホア道路の一部で、東西2つの都市、広とカイルアコナを北回りで結ぶ、全長 160.9km の道路である。島の南部を、 海岸寄りに、両都市を結ぶ路線は、ハワイ州道11号線である。最近島の中央部を通るハワイ州道200号線が整備されたので、東西を直接結ぶ道路はこちらを通る場合が多い。ハワイ州道19号線は、広市内のクヒオストリートの広港桟橋を出発して、カラニアナオレアベニューを経て、バニアンドライブとの交差点で、カメハメハアベニューを通り、 ベーフロントハイウェイへ出て北西へ向かう。この川から西へ内陸部に入り、マウナケ・アヤマト・コハラ山地の間を通り、ワイメアを経て、カワイハエで海岸へ出る。ここで南西へ向かい、クイーン・カーフマヌハイウェイとなり、サウス・コハラリゾートエリア、キホロなどを経て、コナ国際空港入り口を通り、カイルアコナのパラニロードとの交差点で終わる。ここから、クイーン・カーフマヌハイウェイは、 ハワイ州道11号線となり、南回りで広へ向かう。ありがとうございます。